べる少年に起きた怖いお話。穴くそ食べる少年。ほじほじパク。こらたけし、今穴くそ食べたでしょ。穴くそはバイキンだらけなのよ。食べちゃダメ。はーい。次の日、理科の時間です。それでは顕微鏡でいろんなものを調べてみましょう。はーい。あ、そうだ、穴くそ顕微鏡で調べてみよう。うわ、気持ち悪い。おえ、鼻くそってあんななんだ。もう絶対食べんのやめよう。ねえねえたけしくん、今度一緒に遊ばない？え、デートのお誘い？クラスで一番人気の A 子が？でもなんで俺？だってたけしくんと私気が合いそうなんだもの。そうだっけ。まあいいや、楽しみ。デート当日、たけしくん、お弁当作ってきたよ。俺のために？絶対喜んでくれると思うの。A子めちゃくちゃ俺に惚れてんじゃん。ありがとう、いただきます。パカ。え、なんだこれ。遠慮なく食べて。たけしくんも大好きなの知ってるんだ。はなくそパク。みんな、鼻くそはバイキンだらけネバだからなるべく食べない方がいいネバよ。